一ノ城がありえないとかっていうのはそれはやっぱり内情を見てないからみんな嘘だ嘘だって言うから嘘じゃないってって本当だからもうクビにしたいから出してるわけじゃないから皆さんこんにちは今日もよろしくお願いします高藤力です 今日は何なん,なんえと先日アップした逸ノ城関の、うんえー、暴力疑惑、うん、あれでコメントで結構確証がないのに言うのは、うん、どうなんだっていうようなコメントは結構、うん、まあね逸ノ城ファンにしたら本当にねそんな確証ないのに言うなよっていうのはあの間違いないと思うんだけど自分が今これ YouTube やってもう2年経つよね。はい、今までだって 嘘を言ってないからね、はいうん、それにあのちゃんと正直な話裏を取ってないと俺これ喋らないからそのネタ元はどうのこうのって言って結構言われることもあるから、うん、あといろんな問題が結構そ,そういう中で絡んでくるからだから俺がもう言うことは簡単なんだけど、うん、なかなかだから。 言えないところもあるよねちゃんとやっぱりそういう,こう言っていいもんか悪いもんかっていうのはとりあえず自分なりに判断して一応やってるつもりでいるんだけどまあでもねえあの酒飲んで暴れるとかねえあの一般の人にあの。 手手をを出すっていいう言葉じゃないらしい手を挙げるもう言葉全然あの勉強してないからもう中学校しかろクに出てないから手を挙げるね一般の人の手を挙げるっていうことはもうこれはもう正直間違いないからあとはだから教会の判断としたら、うん、まあ自分が主にはやっぱもう 今までこんないろんなことがあるからもう表に出さないでそっとしてくれっていうことなんじゃないのでもそれはいい悪いはね悪いものは悪いわけだ,しだからまあ港市がどう思ってんのかなっていうのはちょっと分かんないけどそういうことでも残してあげたいのかもう。 もう,もう反対に見限ったのかもうこれはちょっといまいちわかんないけどでもでももう30だからね30だからもういきなりもう「以降気をつけます」とか言ってもやっぱ30過ぎてなかなか治んないからね。結構皆さんファンの方は、うん、あのニコニコしてる逸ノ城的が。うんうんうん そんななことありえいいっていう、うん、だからねこれがもう本当にねね一般の人の人、ね、番大きな穴なんだよね、うん、テレビ自分テレビの仕事してるじゃん。はいね、でテレビの中ですごいニコ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 してるようなや人間がいてさ裏で行ったらさタバコ吸って「おい石井ちょっとビル買ってこい」とかでさ「おい」とか言って「何やってんだ石井」とか言って,って言うようなやつもいるでしょいっぱい。ない,いあるよね多いよね。 一緒じゃんそれはだからそんないつもニコ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 してる逸ノ城がありえないとかっていうのはそれはやっぱり内情見てないからね俺だってやっぱりそんなん相撲取りがさ一般の人に手を挙げるとかねお上に手を挙げるとかもうそういうことやっぱりねうん。 やっぱ弟子がやっぱりねこれから先まああと10年相撲あるだろうからそれでどうやってやっていくのかねあれだけどまあでもあの教会がさこうやって俺言ったことに対してもう結局やっぱりもうはっきり言って嘘だと思,う思わせたいわけだから う嘘だと思わ,思わせたいわけだからこれが圧倒的証拠をボーンと出してもねえ、うん、いやいやもう穏便にしとけとかまあ多分もうそういうこともう大体だから誰が言いそうなとかすぐもうわかるよね俺もう長いことやっぱり相撲協会いたからああもうこ,こいつが言ってこうやってまあうまくこう。 生じ合わせてたなっていうのはあるけど、やっぱでも。うん。悪いも悪いし、これからだから。ね、そういうのを見て見ぬふりしてて、あ。いいんだみたいな。形で思わせるのもよくないよね。普通こういう場合っていうのは、うん、あの、部屋の判断に任せるもんなんですか。いや、だから。部屋の判断に任せる。 っていう投げ方とやっぱりこうやっぱ貴乃花とかそういうとこだったら部屋の判断も任せないで教会で、ね、潰しにかかるとかもうそういうことするからだからそれはもうだから仲のいいとか息のかかったとかそういうのはやっぱ町じゅう合わせるように。本当に教会の紫さんんでそそ、まあはいはい、そうそうそう 教会の紫三寸というよりも、教会の執行部の紫三寸だよね。教会の一部。一部だよね。全体的にやればいいんだけども、まあ。まあ、今回も。ね、あんまり、こう。まあ、みんな嘘だ嘘だって言うから、嘘じゃないって。って本当だから、もう。ね、証拠見せてみろって言ったら、証拠。ね。うん、じゃあ、証拠見せるったら。ね、じゃあ。 そういうふうな写真とかもしあったらどうするわけっていうことじゃんね例えば力々から見て、うん、どういう落としどころに持っていくのが一番いいんですかね、うん、だからうやめにしてして、うんそういうふうな形でもう,もう次なんか公になったら首、うん、にするみたいな、はい、多分ね。 それはまあ酒癖悪いのはなかなか治んないからねよっぽどのことじゃないかり。結構やっぱり付き合いとかあるからお酒を禁止とかいうのも厳しいですもん、ねうん、そうもう酒飲むなって言ってもやっぱ昔南海流ってお相撲さんがいて酒取るか相撲取るかどっち取るって言ったら「相撲取ります」って言わないで「お酒取ります」って言ってやめちゃったもんね。 ルまで行ったんすっごい素質があったけどスタミナも本当に体のバランスも良くて稽古も良したしでもやっぱり酒癖が悪かっ,たってでまあね先代の朝塩さん先代の朝塩さんのねあの米川さんの時にどっち取るんだって言って。 お酒取りますって言って田舎いちゃったみんなちょっとねこういや絶対ないとか曖昧にこうやって YouTube 出すなって言うけど曖昧には出したら本当にねえどうしようかって言って吟味して吟味して証拠全部もうあれしてこれであ,あこれだったらいけると思って出してるわけだから。 で、ま、しそれも出してるのもいけるって思って出したのとやっぱそれをね治してもらいたいと思って出してるわけだからだから別にクビにしたいから出してるわけじゃないからまあできれば治ってもらえば一番ねえ当に一番ベストなんだろうしねえそれ以後気をつけてそういうね暴れないとかそういうことができるんだったら一番うん。 首にしたいなんかさらさら持ってないし貴景勝手つかないとかって幼鳥してたらだってちゃんと手ついて待ったもあうんの呼吸も何でもできるじゃんそんなことよりももっと幼鳥してるやつのことを何とかちょっとしてくださいよ、うん